ちゃ、こんにちは、豊さん。今日は疲れちゃったDNA みたいじゃないですか。そうよ、ちょっと待って、そこ否定してください。そうよって。そうよ、いや、そうよ、そうよ。疲れちゃった、疲れちゃった。今日は DNA を救いたいです。はい、いや、実はもう DNA のファンの皆さんから結構来てまして、豊さんと、まず、なんで DNA あんな調子が良かったのに今失速しているんですか。それから、後半戦の佳境になっていて、 DNA はじゃあ上がってきますか。豊さん、ぜひ教えてくださいというコメントが多数届いています。7月はチーム打率が2割飛んで8厘、はい、全く打てなかったんだよね、はい、で、その原因として、まあ、交流戦が終わって、え、どうしちゃったみたいな、そうなんですね、はい、いうことになってきてたんだけど、はい、これはレギュラーシーズンでも首位争いをしてる、うん、で、交流戦でも優勝勝ち取ったみたいな、はい、この疲れがいっぺんに出てきたな。やっぱね、勝つってね、はい、リスクを背負ってんだよ、うん、やっぱみんなも無理してるんだよ、うん、ここで頑張らないとかね、はい、そういうリスクを背負って、で、ほっとした途端に疲れを感じるようになってるんだよね、はい、で、彼らは、まあ、優勝争いの経験もないし、うん、A クラスには入ったことはあるにしても、本当にこうしのぎを削る優勝争いっていうのはないと思うんだよね、はい、こう勝たなきゃいけない、勝ちたい、勝った、達成感もあったみたいな、そういう疲れっていうのはね、やっぱ抜けないんだよ、なかなか。いや、他のチームも疲れてんじゃないですかっていう声もあるけども、確かに他のチームも疲れてるよ。だけど、そこは経験者がいたりだとかさ、まあ、いろんなことですっと抜けていくんだけど、1ヶ月かけて疲れがやっとだけども、8月に入って多少良くなってきたかなっていうようなことは感じるけどね。交流戦での あの優勝争いっていうのも一つ、その今のこの失速してしまった要因の一つってこともあるよね。だから7月も全く打ててないもんね。そうなんですよね、うん、2割飛んで8厘、うん、だから疲れを原因にするといけないけども、はい、ただその時に、まあ、メンバーもあんまり変えてないんだよね、うん、これはその疲れ、ここで我慢させるか、我慢して他のメンバーを使ってちょっと疲労回復に当てるかとか、うん、はい、そういうことがあまりになかったよね、はい、それは宮崎をやっぱ大事に使うがあまり他にしわ寄せも来てるという、はい、ただ宮崎はこれはチームからなくせないんだよ、絶対に、はい、怪我させられないんだよ、うん、あれ怪我したら終わるからね、もうチームが、いや、本当にもうアキレス腱だから。だから宮崎を大切に使うっていうのは分かるけど、はい、他の選手に幸せが来るっていうね、うん、まあそういうこともあるよね、はい、だから本来だったら牧も多少休ませてもいいと思うし、うん、佐野も休ませてもいいと思うし、桑原、関根とかももう前半戦フルに働いたメンバーっていうのは疲れが来るよ、うん、だから多少休ませてもよかったなっていうのは俺は思うけどね。ああ、そうなんですね、うん、だから1ヶ月かかって疲れを取ったのが、まあ、3週間になったり15日になったりだとか、まあ、2週間ぐらいで疲れが抜けたのかなっていうふうには思うけどね。それがホームランの数にもやっぱ顕著に表れていて、その5月が29本と、うん、ものすごい量産してたんですけど、6月9本、うん、まあ、7月が10本、一気にガクンと減るんですよ。まあそうだね、これもやっぱりその疲れだったりとかっていうのも、まあ、疲れもそうだし、まあ、疲れに伴っての状態を落としたっていうのがあるよね。あ、これは状態が良かったらそんなバッターたちじゃないから、うん、ただスタジアムでホームランが出ないと苦しいよね。苦しいですね。他にも、うん、他のチームには打たれてるから、はい、DeNA って、ね、スピードがないチームだからさ、うん、だからやっぱホームランっていうか、はい、そういうもので勝っていくというね、うん、まあ、そういうことも考えていかないといけないチームだけに、はい、ホームランが減ったというのは、うん、これはやっぱ苦しい戦いになるだろうなと思うよね。そうですね、うん、で、そのまあ前半の最初の頃ってその桑原選手怪我でいなくなってて、ただ若い選手だったりとか、あと関根選手とか楠本選手とか出てきて、非常になんかこうベテラン中堅若手でこうグッといっていた。ただその最初に出てたメンバーが疲れとかでだん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 こう失速していくと、それに伴ってチーム状況っていうのも下がっていくっていうのもあるんですか。でもそれはあるよね。だからなんていうのかな、ベテランは休ませながらいかないかんし、はい、若手は頑張ってほしいし、こういう疲れを自分の力で抜かなきゃいけないし、だからまあこれはね、チームのバランスを考えるとすごく難しいんだけどもね。ただね、アイテムがない。その変えるアイテムってことですか。変える選手はいるよ、うん、変える選手はいるんだけども、例えば打てない時に何をして勝つかとか、あ、そういうアイテムがない。
プラン A、プラン B、プラン C っていう。例えば阪神と比較するとさ、はい、打てない時じゃあどうするって、うん、足を使うとか、はい、そういうことがあるよね、うん、だからそういう最近では足を使わせようと思ってどんどん盗塁を試みるんだけどさ、はい、ことごとく失敗するという、はい、それで流れが切れるというね、うん、まあ、そういうことも見受けられるし、うん、そういう意味では非常に苦しいよね。ですよね。あとその豊さんが言ってたその打順、最初あの DeNA は3一番だった、ね、そうだったんですよ。で途中で変えたじゃないですか、うん、そこでまた勢いを盛り返してきて、で今また打順が変わっていると。この打順っていう並びに対して豊さんどうですか。まあ今は状態が悪いだけに、打順云々というよりも個人の状態をやっぱ上げることに努力した方がいいよね。あ、じゃないと繋がらないと思うよ。ただ先日の広島戦でも4連打して1点しか取れなかったっていう回もあったし、9回にね桑原のところで1点を取ってなお2点差ノーアウト1塁から強行してゲッツーという、追いつかなかった結局ね。でもその後誰が続くかって言ったら関根、宮崎、牧ってつながった打順なのに打たしてゲッツーを食らったという。だからまあこれはね指揮官の勘だから、はい、まあ、いっぺんに逆転を狙うで桑原なら勝負強いしやってくれるっていうふうに信じて打たしたのがゲッツーになった。これはもう仕方ないんだよ、うん、で仕方ないけども送ったら宮崎までつながるっていうことを考えると、じゃあ誰を頼りにしてるんだろうっていうのがあるよね、はい。まあ、バントやったからって逆転できるか同点に追いつけるかっていうのは別問題として、誰につなげたいのかっていうね、まあ、そういうところだよね。ベンチワークっていうのも関わってきちゃうんですね。そうだね。だからこれからねもっと厳しくなると思う、うん、今のは走って離脱、登板その後できない、まあ、離脱っていうか離脱完全にしてるかどうかわからないけども、はい、途中交代したというね、はい、これが大事に至らなければいいし、だからこれからもっと厳しくなるよね。これなぜ厳しくなるかっていうと、未知の経験の部分に入ってくるから優勝争いって。そうなってくると他のチームっていうのはいろんなアイテムがあったりだとか経験者がいたりだとか、はい、まあ、そういうところでもっとシビアになってくるよね、みんながチームが、はい。そうなった時にもっと疲れるから、あ、まあ、そうなってくると耐えきれるかどうかっていう。そうですよね、うん、だとしたら今抜けてるソト選手とオースティン選手が戻ってくれば、でも戻ってくればっていうのは戻ってきても絶好調時で戻ってくれないと追いつかない。だって調子を上げるために使うなんていうのはもってのほかだし、ただやっぱね勢いを出させなきゃいけないわチームに、うん、もっとノリをよく、はい、だからバカみたいに明るいんじゃなくて、うん、もっとなんかグワッとした圧力っていうのをやっぱ感じさせなきゃいかん、うん、それは例えばどういうことでそう感じさせる。それは指揮官の一言だ、うん、指揮官の一言であったりだとか、まあ、リーダーである選手の一言だったりだとか、はい、そういうことで勢いをこう持っていくっていうかさ、はい、やっぱこうバラバラになってるのを今ちょっと束ねなきゃいけない。うん、そうですね。だからそういう言葉というかさ、うん、行くぞみたいな、うん、そういうことが行われないとなかなかこれから厳しい、もっと厳しい戦いになるからですよね、うん、でだから岡田監督なんか前半なんかいいよって別に、うん、でなんで首位に立ってんのって、うん、ね、そう頭抱えるぐらいの首位だったんだから、でも DeNA はよし今年はいけるかも分からんぞみたいな、うん、行くぞみたいな、まあ、戦力ももちろんあるよそういう戦力が。でも先に飛ばすから疲れちゃった、まあ、今急激に下がってきちゃってる時期です、ね、だからその岡田監督の考え方っていうのは勝負どころは8月9月、いや三浦監督も分かってたと思う、分かってたと思うけどこのまま一気にちょっと離しちゃえみたいなところもあったしね、まあ、これ変な話ですけど、もし岡田監督が今 DeNA の監督だったらこれだけ打率が下がってる、チーム打率が、そしたらじゃあ違うことで勝っていこうっていう風に戦略を変えて勝たせるゲームとかにしていく、今の阪神ではあるけどね、はい、そうですよね、育ててるから、うん、そういう風に、はい、でも DeNA の場合はなかなか育てようとしてても結果が出てないんだよ。だから例えば苦しい時にここ行って足を使いたいって言った時に走らせたらアウトになるとかさ、はい、でも阪神はセーフになるとか、うん、もうそういうもうタッチの差なんだよ。タッチの差でどん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 じわ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 開いてくるんだよ。阪神
身もずっと打線って別にいいわけじゃなくて、例えば佐藤輝明選手打てない、ノイジー選手が打てないとか、でもそこに例えば森下選手を添えるとか、佐藤輝明選手を下げるとか、例えば木浪選手の代わりに小畑選手を下げるとか、だからそういうこともやっぱ刺激としてやらなきゃいけないし、 あとはね、阪神はエラーの数が確かに多い、多いけどやっぱね、守り方は DeNA の方がちょっとお粗末だね。ちょっと致命的なミスが出る時があるという、だから守り方、守備力という面では少し劣るよね。で、巨人がこう迫ってきたりだとか、この動画が流れてる時はもうひっくり返ってる可能性もあるんだけど、巨人はやっぱ守備はやっぱいいよ。そうですね、門脇がサードに入る、吉川の動きがいい、坂本が戻ってくる、ね、岡本のファーストいいよ。そういうことを考えるとやっぱ守備力って大事なんだよ。だから横浜を打てって打たなきゃいけん、こう打たなきゃいけんって言ってるけども、肝心な水漏れを起こしてるんだよね。あー、そっか、だから水は溜まっていかないですよね。溜まっていかない、貯金が溜まっていかない、だんだん水が漏れてきてるっていうさ、だから守備力っていうのは本当大事だから。そうですね、そこももう一回守備力というか練習で、もう今更っていう、いやだからまあ例えば打てないんだったら、そういう失点を避けるために守備力でスタート決めるとかさ、苦しい時はそういうことのやり方だってあるんだよね。足を絡めてっていうのはやっぱり DeNA としては難しくなってきますか。いや、三浦監督は盛んに足を絡めたいっていう気持ちは伝わってくるんだよ。でもことごとく失敗するからさ、ここでいきなり走らすかみたいないうところもあるし、だまあこれはグリーンライト大会もいきなり選手が勝手に走ってるんだと思うけど、これからは絶対セーフにならなきゃいけないんだよね、時期的には。こっからね、走ったら全部アウトなんて、言語道断だよ。そうですよね、もうだから走れる足の選手は中にはいるけども、技術が伴ってこないというね。そうですね、疲れは抜けてきたけど苦しいな。あと外選手がいない分、今本来ならレフトの佐野選手がファースト守ってるんですけれども、ポジションが変わることでやっぱり打率に響いてきたりとか、そういうのとかもあるんですか。いや、あるよ、それはもう大いにあるし、佐野が2つのポジションを守ったりとかいろいろしてるけど、守りに関してはそんなに器用な選手はないからね、だからまあ負担がかかってることは確かだろうね。だからいろんな要因、だからまあチームの状況からしたらそういうふうにやってくれなきゃ、困るというふうに思って使うんだろうけども、佐野もいやできますよって、いいですよって言うかもわからないけど、負担は確かにかかってると思う。ああ、そうなんですね、やっぱり本来は、お前の話はいかないね。いいですよ。本来は牧をファーストにして、やっぱセカンドに柴田かなんか入れて、柴田と大和の二遊間でもいいと思うんだよね。牧選手をファーストってだから全員打てるスターティングメンバーよりも、ここだけは守ってくれっていう、センターラインはやっぱ固めた方がこれからはいいと思う。これからの戦い方でセンター桑原はね、文句なしだし、で関根が守ってくれてるしね、だから佐野がまあレフトに入って、守備固めで誰かを用意しておくとかね、だから水をこれから漏らさないようにするチームがやっぱり優勝していくと思う。実際ね、牧選手セカンドでのエラーって8つでチームで今トップなので、やっぱりファーストで使った方がエラーも減ってくるしっていうところなんですか。牧には打ってほしいんでしょ。じゃあそれだったらもうファーストになって二遊間で守れる選手を優先する、で、センター小原でもいいし、キャッチャーは牧代わりでね、使ってるから、いいとして、関根も守れるし、宮崎も勝敗によっては引っ込めたりだとか、守備方に使ったりだとかしてやると持つよね。だからもう本当にそうですね、総動員で埋めながら戦っていくっていう。いやだからね、はっきり言うと佐野がファースト、牧がセカンドだったら、守備範囲っていうふうに考えるとやっぱ狭いよね、だから抜けちゃうよ。抜け、そうですね、ここが一番大切なところだから、現代野球では。だから1、3塁を作らせないためにライトには抜群の肩のやつを置いとかなきゃいけないし、ここの守備力って1塁と2塁の守備力って今めちゃくちゃ高くないとやっぱ難しいから、現代野球って、そうなってくると牧がファースト、柴田がセカンド入ってくれるとこれはもう抜群になる。エラー数も減ってくるし、絶対減ると思うし、水漏れも水漏れもなくなる。
パッキンが効いてくる。ようやくね、はい、ようやくパッキンがね、パッキン、パッキンゆるゆるだから今もうだからたまらないですよね。たまらないもん、お湯たまんないなみたいになっちゃいますもんね、うんうん、だからこれからね、打てる人間っていうのは、はい、レフト佐野、はい、マキファースト、はい、宮崎サード、はい、でまあその 1,2 番で出てくれるっていうのは桑原関根、はい、言ってくれたら十分だから、うんうん、ね、下位打線なんかあんまり考えなくて、もう下位打線って置くメンバーっていうのは守ってくれればいい、うん、はい、だけど大和は勝負どころでは抜群の強さを発揮するし、うん、はい、もう得点圏では4割超えだからね、はい、ほんでもう水漏れはもうパッキンが効いてるのは柴田だ。そうそうそう、パッキン柴田、パッキン柴田でキャッチャーは、はい、まあ、回したいんでしょ、まあ、そうでしょうね、いろいろ、はい、うん、だから、まあ、それは回してもいいけども、はい、ここら辺はいいとして、うん、やっぱね、全員がこう攻撃するようなメンバーを組まない方が俺はいいと思う、うん、役割ですね、守る、打つっていうのをはっきり分けた方がいいってことです。これからはパッキンもう DNA のこれからのキーワードはパッキンですね。パッキン、その中でパッキン柴田、ね、パッキン柴田、新たなね、新たな名前、 T 岡田、パッキン柴田みたいな感じ出ましたけど、まあ、西浦でも守れるんだったら、あ、そうですね、ヤクルトから来たセカンド使っても面白いかもわからないしね、うんうん、そうですよね、うん、まあね、今の野手陣のこと中心でしたけれども、まあ、ピッチャー陣にしてもちょっと防御率5月が 4.49 と本当は防御率良くないんですけど、打ってくれたから、いやだって29本打ってんの。そうですよね、うん、で6月が防御率 2.98 で7月が 2.86、 その中でも先発陣が 3.17 と打たれ出してて、で救援陣も 2.28 と、例えば逆転とか同点とかそういうの、まあ、山崎康明投手もそうですけど、ちょっとピッチャー陣も先月苦しかったのかな、まあ、苦しいけど、うん、勝負どころで出てくるピッチャーの時にパッキン緩んでんだよ。あ、ピッチャーのパッキンがってことですね。いや違う違う、守りのパッキン、守りのパッキンがだから落球があったりだとかさ、あ、ミスか、ね、走るコースを間違えて頭抜かれてるとかさ、うんうん、だからそういうことも起きてるし、はい、だからまあピッチャーだけの責任じゃなくて、しっかり守れる人間が守ってれば大丈夫だよ、はい、山崎康明投手は7月やっぱり失速しちゃったのも一つの要因ではあるんですか。うん、まあ、俺配置替えをするんであれば一回落とすけどね、うん、抑えやってる人間のモチベーションってすごい高いと思うし、はい、緊張感っていうのは毎日すごいものがのしかかってきてたと思うんだよね。もうそれで抑えは剥奪されて中に入れられてモチベーションが保つかなっていうね、うん、やっぱ緩んでしまうという、はい、だから一回リセットさせてやった方がいいような気はするけどね。で一回下に落として、もう遅いよもうそうですよね、もう中やってるので、やってるから。そうなんです、本来じゃあ一回落として、うん、で上がってきた時にはまた同じ抑えっていう、上がってくれた時にゃいや抑えでっていうことが理想だと。まあ、今おばさんの言葉使って、にゃーって、おばさんでもにゃーは使わないですけど、で結局今って後ろってエスコバーなんですか、それとも森原投手なんですか。まあ、森原だな一応な、うん、森原もな、なった時は新鮮だけども、本当にこれから勝負がかかった時に、まあ、どのぐらいの力を発揮してくれるかね、はい、まあ、甘いボールも多いピッチャーだから、うん、怖いっちゃ怖いけどね、はい、うん、じゃあ今後安崎投手が後ろに戻るって可能性は、まあ、安崎のことはね、もうとりあえず考えなくていいんだよね、うん、安崎だけで勝ってるわけじゃないから、はい、うん、だからそれは考えないで、どういうふうな打順を組み、はい、どういうふうなパッキンの効いた守備を決めていくかっていうのはこれはやっぱ大事なことだと思う。あ、そっちが必要になってくるんですね、うん、あとですね、一番苦しんでる巨人相手に打率が1割9分3厘と全く打ててない、このあたりはなんでだろうね、うん、どうしちゃったのかなっていう、苦手なピッチャーが多いんじゃない。それが目まぐるしく変えてくるからさ、あの原監督がですね、そうそうそう、で先発だって若いピッチャーだったら、あ、これダメだと思ったらパーンと変えるからね、早いですね。だからそういうこう変えられるのに弱いのかもわからないし、うん、戦闘意欲がなくなるというか、パンパーンともう西東パンパーンと食らって分かんないうちに、いや、ホームランをね、はい、ホームランで、だから似た者同士なんだよね、巨人と DeNA ですか。まあ、DeNA の方がピッチャーは多分揃ってると思うんだけど、はい、バッターの質からすると、うん、巨人の方がちょっと長打力という面では上、うん、だから相手がやっぱその自分たちの強みで戦えるっていう、はい、でも同じ強みを持ってるのに負けてるというね、うん、ちょっと質が、そうなんですよね、うん、
だから、うん、そういう意味ではちょっと苦しんでるのかな。そうですね、うん、だからこの8月、9月、10月そのやっぱり巨人っていうものを意識しながらこのチームだ。いや巨人なんか意識してたらダメだよ。ダメ。やっぱり意識するのは広島阪神だよ。お前下見てどうすんだよ。だってもう、まあ、怒られんのお前。後ろにいますよ。いやいるんだよ。いるけどもう一緒に行こうよみたいな手順で引っ張っていかないと。あ、巨人と DeNA を携えて上に上がっていく。そう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 。巨人相手にチーム打率193が8月9月にどのぐらい上げられていくのかっていうのも一つちょっと気になってくるまあポイントだよね。それと岡田監督は監督に就任した時から DeNA をターゲットにしてるからね、うんうん、はい、そうですよね、うん、DeNA に五分か勝ち越せたら絶対優勝できるっていうふうに思ってるから、うん、はい、ターゲットにされてるもうかもですよね。徹底的にそこっていう、うん、だからそこら辺はやっぱ返り討ちにするぐらいじゃないと、うん、でも内弁慶シリーズって、うん、ね、ホームでは勝つけど他行ったら負けるというね。内弁慶シリーズ、そう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 、新たなシリーズついてます、うん、いやだから阪神に対しても、はい、やっぱ相手がそういう風な思いで戦ってくるんだから、うん、それなりの準備は必要だよ。そうですね、あのもう残り試合50切ってるので、はい、DeNA 他のチームもねそうなってきますけど、なんとかだから20試合で形ができるかもからな。あと20、残り20っていうところでですか。で、あと20は、うん、その順位を考えながらどういうふうに戦うかって。だからあと20で今年の運命が決まるという。もうすぐですよ20。いや、そのぐらいだと思う。そうなんです。で、20ぐらいになったらどっかのチームがマジック出てるかもわからないしな。まあまあまあ、ありえますよね。ありえるよね、はい、だからそしたら2位狙いなのか3位狙いなのかっていうのが、うん、後の残りの20試合、はい、まあ、15試合ぐらいから決まってくるよね、多分。いや、ちょっと優勝厳しいぞって、うん、僕は絶対この順位だけはっていうのが、うん、まあ、最後までは優勝っていうことは狙ってはいくけど、はい、あとはそうだな、20から25試合ね、もう全力で戦わないと、はい、ね、DeNA にじゃあちょっとメッセージをお願いします。パッキン聞かせてください。パッキンもね。パッキン、はい。